激しい戦闘が続くウクライナ東部や南部から多くの人々が避難する西部のリビューでは、避難所が足りなくなっていることから仮設住宅の建設が始まりました。リビュー市内の公園にはポーランド政府の支援で仮設住宅が建てられています。今まさにベッドのフレームや机が運び込まれています。ウクライナ西部のリビューでは、 ロシア軍との戦闘が続く東部や南部などからおよそ20万人が避難しています。戦闘の長期化で避難所が不足しているため、仮設住宅の建設が新たに始まりました。この仮設住宅は隣国のポーランドから持ち込まれたコンテナを利用していて、数日で工事が完了します。 共同ののシャワーやトイレが併設されれるほか、交流場場として広場なども作られます。およそ400戸が設置される予定で今月半ばから順次、入居が始まります。